岩本さん、ゼルシアに比べたら E オマク の環境性能、エコ性能はどう思いますか？こちらの完全な EV なので、大気に関しての汚染というのは一切ありませんから、燃費の経済性とかそういったものもディーゼルとかガソリン揮発油に比べれば経済的にもかなりエコになっているみたいです。この車両の操作に関してはいかがですかね？非常に操作性も簡単で、走行モードも、ドライブに入れるだけ、あとはブレーキと、アクセル操作だけなのでかなり安全に運転できると思います。で、装備的に日本国内の、基準で、車線逸脱防止とか前の前車との、車間距離、こういった感覚を、維持し、自動ブレーキ等も装備されているので、かなり、先進的な安全性を持っていると思います。岩本さん、この EV トラック特有の騒音に関してはいかがですか？エンジンから発生する騒音というのは一切ないので、タイヤから地面を出る発生する走行音のみでかなり静粛性の高いものだと思います。環境には優しいです。この EV トラックの加速についてはいかがですかね？荷物を積んでも、かなり俊敏性があってパワフルな加速をします。普通の、ディーゼルエンジンとかに比べても、力強い走りをしてくれます。また乗り心地も良く、かなり安定した走行を、することができます。配達業者にとしては1日の配達需要は満たしていますかね？1日充電満充電の場合で、走行を開始して市街地等の走行配達等を繰り返し200キロ以内ぐらいのコース内であれば十分に走行できると思います。仕事作業が終わって、会社に帰って充電を開始すれば、先ほどの充電器であれば約30分で満充電になりますので、1日に何回も走行するということも可能かと思います。ファタン Easy Move